サムラジクのことです、こちらの動画ではですね、まあ、ものすごいね、まあ、いいことというかですね、まあ、夢の満に一歩で、近づく、出来事がありましたので、そのね、まあ、動画を撮ってます、まあ、どういう動画、どういうことかというとですね、僕のね、初出版の、小さな会社の社長さん、の簿記の教科書セルバ出版さんというところからですね、12月18日に発売されるんですけど、そのですね本の、まあ、多分袖っていうやつになると思うんですけどね、袖の方に武田陽一先生ですね、なんと、ランチェスター系の武田陽一先生のですね推薦、がいただけたと、ね、いう、これはすごいですね、興奮しておりまして、それが実現したということになってます、ね。武田先生のですね、まあ、あの本というのは、まあ、いろいろ出てるんですけど、まあ、9年前にですね、まあ、僕は独立しまして、ね、でその時にこう一番最初にこう読んだ本がこれなんですね、この小さな会社はいつも感謝込みでも儲けなさいというですね、中継出版というのですかね、から出てる本なんですけど、こちらの本を買って読みまして、まあ、非常にこう感銘を受けてですね、まあ、実践しているのがあるんですけど、お礼はがきですね、お礼はがき、お礼はがきをですねこう名刺交換したら必ず出すと、ね、いうことを9年間、僕は実践しております。でそのはがきの中からですね、まあ、手書きのはがきですけど、の中からやっぱりこう次にこう会った時にですね、あ、はがきありがとうございますみたいな、ね、感じになるんですね、次会った時に。そこからですね、まあ、商談がね、うまく進んだ時もありましたしね、ちょっとまあ職業訓練とか、出張の、ね、講師とかでバンバン行ってた時期があったんですけどね、まあ、そういう時なんかは結構ですね、スムーズにこう商談がね、進んだり、本当にこうすごくね、いいことが起こったんですね、うん、悪いこと起こんないですね、一個も、うん、はがき出してですね、いいことしか起こんないですね、うん、でそれで本当にこう感謝してですね、武田先生にこういつかねお会いして直接こうお礼言いたいなと、ね、いうふうに思ってたんですね、うん、で、去年ですね、まあ戦略社長というですね、まあ、武田先生の DVD をですね、こう見て、で社長が見てですね、で、まあ、ディスカッションするというですね、まあ、実践経営について戦略の勉強をするというですね、そういった、まあ、社長塾というのがあるんですけど、それにこう登録したいなというふうに思いましてね、で去年の4月26日ですか、4月の26日の方にね、武田先生のこう戦略社長塾の、まあ、説明会の方に行ったんですね、まあ、セミナーではないですね、説明会ですね。でもそこで初めてお会いしてですね、まあ、非常にこうやっとお会いできたと、ね、いうことでね、武田先生はがきの本よかったですと、ね、いうことでね、お礼を言えたんですね、うん、これが本当にこう感激しましてね、でサインもねいただいちゃったんですけどね、まあ、その時のサインがこちら、これ戦略、ね、名人というね、これは僕がねいつもお世話になっている坂井敏夫さんのおすすめからですね、まあ、買った DVD 教材なんですけどね、これ武田先生に会う前から買ってたんですけどね、まあこのようにですね、まあ、サインをこういただきまして、見えますかね、はい、ここにね武田先生のこう写真をね貼らせていただきましてね、最初はちょっとこっちの方にサインもらおうかなと思ったんですけどね、こっちの方にこうね写真が、ね、貼ってありましたので、ね、まあ、これを切り抜いてですね、こちらの方に今貼ってですね、こちらの方に貼ってですね、で、まあ、ランチェスター先生とですね、まあ、隣同士でこう、映られると武田先生嬉しいかなと思いましたね、まあ、ちょっとした演出だったんですけど、これをさせていただきました、サインいただきましたね、これが、11年の4月26日とありましたね、これがあの社長塾の説明会の時でした、ね、でそこからですね、あの社長塾何回かやりまして、で今8期生ですかね、今度の土曜日も12月の8日ですか、12月の8日にもね社長塾やるんですけど、
それで、僕がインストラクターを務めさせていただいて、やってたんですね。で、今回ですね、なかなか行けなかったんですけどね、西村さんですね、東京戦略社長大学ですかね、の西村さんの主催するセミナーがありましてね、で営業戦略のセミナーだったんですけどね、そこに武田先生もね、いらっしゃると、ね、で武田先生の講演があると、営業戦略なんですね、ということでね、行きたいなと。ということで武田先生のこうライブのセミナーっていうのはね、初めて聞くということでしたからね、説明会は一回聞きましたけどね、ライブはちょっと聞いたことなかったんで、で僕もね、武田先生のようなですね、講演家になりたいと、ね、いうふうに思ってましたんでね、そうか思ってますけどね、だからちょっと聞きに行ってね、営業戦略を学ぼうと、ね、武田先生の講演のね、腕、技みたいなね、そういったものをちょっと盗んでいこうということでね、行ったんですね。11月の28日でした。でその中でね、武田先生が非常に気になるくだりを、ご説明されたんですね、でそのくだりをね、聞いた時に、あ、やっぱりこうね、僕みたいなこう、ね、スタイルビジネスモデルのね、講演講師家っていうのはやっぱり出版やなと、ね、出版、ね、本を出すと、ね、これは清水秀夫先生ですね、去年コラボ講演させていただいた清水秀夫先生からも、ね、アドバイスをいただきましたしね、君は本出した方がいいよってね、いうふうに去年言われましたんでね、それをベースにして、よし、じゃあ来年こそはちょっと本書こうということでね、今年は、ちょっと、ね、出版、自費出版1冊、商業出版1冊という、全部で2冊と、ね、いう年内発行と、ね、いう目標を立ててね、今年は頑張ってきたんですけど、それがね、実現しまして、で、どうやって今度ね、本は原稿が書き終わったんですけど、売っていこうかなと、販売戦略ですね、でそこの部分でね、考えてました、ね、で武田先生のこう11月28日のセミナー聞いてですね、おっと、やっぱりこう戦略出版やなと、ね、それは間違ってなかったやと、ね、で、あとは商品3部ね、売り並ぶと、ね、今こちらのサインの方にも、書かれてたと思うんですけど、こうやっぱ売り営業ですね、7部で、決まるということですからね、本の販売ですよね、これどうやって力入れようかなって思った時にですね、思い出したのがこちらの本なんですよ、ね、こちら武田先生の坂井敏夫さんのね、1冊目の本なんですけど、こちらの本を思い出しました。でその時にね、こちら武田洋一先生推薦ってありますよね、でっかいしてこうやってね、これを思い出しましてね、じゃあちょっと坂井さんのね、真似をさせていただこうと、ね、いうことで、ダメ元でですね、ちょっと武田先生に言ってみようかなって思ったんですね、そのセミナー中、ね、でもね、さすがにちょっとね、なんつうか、こう厚かましいかなとかね、いろいろ思っちゃいましたね、その時は、ね、で、懇親会の時にもね、ちょっとなかなか武田先生に言い出しにくくてですね、なかなかね、いけずにですね、その時は武田先生書いてしまったんですけど、どうすかなっつってね、その時は思いましたね、でも懇親会の時にですね、今瀬さんとか菅谷さんとかですね、西村さんたちにですね、僕の販売戦略の本の販売戦略の方ですね、のアドバイスをこういろいろね、していただいたんですけどね、その時に、ポロッと言ってみたんですね、実はちょっと武田先生にこう OB の推薦をいただこうかなと思ってるんですけど、感じで言ったら、それいいじゃないですかみたいなね、いうことでね、菅谷さんとか西村さんにですね、やってみたらいいですよ、ダメ元でみたいな、ね、感じで後押しをいただきましてね、よし、じゃあやれるだけやってみようっつってね、やってみたんですよ、ね、早速ね、11月28日の、夜ですね、東京から帰ってきまして、でもその足でね、もう5回ぐらい書き直したんですけど、そのお願いの文章ですね、武田先生すみません、もしよろしければでいいんですけどもね、OB の方に推薦いただけますかっつってね、ファックスを流させていただいたんですよ、ね、でそしたらですね、こう武田先生からね、今日、お電話がありましてね、いろいろ本当にこう、アドバイスをね、いただきながらですね、
まあ、教材もね実は買ったんですけどね、ある教材ちょっと買ったんですけど、そのね、まあ、お礼の お電話も兼ねてっていうことでしょうけどね、そうこう非常にねこう10分ぐらいにわたってですね、こう僕のね、経営戦略の話を聞いてくれたり、また武田先生がね思いついた、経営戦略ですね、こう僕がうまくいきそうな経営戦略ですね、それをこうアドバイスいただけまして、ね、まあ、ここ全部でバーッと僕に、メモしたんですけどね、まあ、ちょっとね、こんな感じで、メモさせてもらったんですけど、全部ね、こう電話聞きながらね、あこれバーッ書いてたんですけどね、スケジュールブック。これだけでもね、もう100万円以上の価値がね、あるアドバイスですけどね、こういうことやったらいいですよ、つってね、こういうことやったら、うん、いいかなと。まあ、締めたと思いなさい、それは、みたいな、ね。感じでいろいろアドバイスいただきまして、具体的にですね、もらってですね、これをまあベースにしてね、ちょっとこれからも経営戦略立てていこうと、ね、いうふうに、思ったと同時にですね、推薦文武田先生よろしいですかっつったら、いいですよ、やってくださいっつってね、許可をいただきましてね、あもう嬉しくて嬉しくて、まさかね、武田先生から推薦文もらえるなんて夢にも思ってませんでしたからね、つい、1週間ぐらい前はね、だからこれはもう早速ね、ちょっとお礼を言おうということでですね、後押ししてくれた、まあ、菅谷さんとかですね、西村さんとかですね、まあ、今瀬さんとか、坂井敏夫さんとかですね、お電話させていただきましてね、ありがとうございますと、ね、いうことでお礼を言ってですね、で早速ですね、まあ、セルバーのね、出版社の、森社長の方にもね、まあ、お電話行きました、武田先生のね、おビルもらえるようになりましたよ、つって、ああそうですか、つってね、じゃあちょっと書きましょうみたいなね、感じですぐ送ってくださいみたいなね、感じになりましてね、うん、カバーのね印刷の関係でしょうね、うん、ちょっとすぐ送ってくださいみたいな、ね、感じになりまして、急遽ね今日はガーってね、さっき作って送ったと思いますね。で、あとはね武田先生にこうお手紙をね、お礼のお手紙を先ほど書きましてね、明日ポストに投函してですね、感謝の気持ちを、述べました。ね、こうなんていうんですかね、こう感慨深いものがありますよね。こう2年前にね、こう坂井敏夫さんにこうブログからご縁をいただきまして、ね、いやいいな、かっけえなっつってね、これも将来こう武田陽一先生推薦みたいなね。そんな帯がこうもらえるようなね著者になりたいなっつって2年前に思ったんですけどね、それがこうね、まあ、実現したと、ね、いうですね、そういったこう、まあ、夢ロマンの実現のこう過程ですよね、それが今回のこう出版を通じてですね、うん、本当にこう一個一個ね実現していってるなと、ね、やっぱりこうこうだったらどうしようじゃなくてですね、こうだったらすごいなと、ね、いう精神でこうどん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 ねこうチャレンジした方がねやっぱ人生は面白いなと、ね、いうことが本当にね今実感としてね、湧いております。この動画をね、見てる方もですね、ぜひぜひね、自分はね、これはちょっとやってみたいんだけどどうかなってねいうふうに思ってるものがあったらですね、命の別状がない限りやっぱやっちゃった方がいいですね、うん、やっちゃった方がいいですよ、やったもん勝ちっていうわけでもないでしょうけどね、でもやっぱりやった方がいいじゃん、うん、っていうのがね今期本当に、出版っていうね、商業出版っていう夢ロマンをこう目指す過程においてですね、また気づきましたね、そこってね、はい、ということで、ね、ぜひぜひ、頑張ってねやってみるようにしてみてください。僕も頑張ります。はい、では以上です。